北川ランドローバー三鷹新車営業部井上でございます。本日はこちらのディスカバリー4代目ディスカバリーのご案内をさせていただきます。もうすでに生産は終了しているお車でございます。こちらのお車の魅力についてお話しさせていただきます。こちらの車の魅力の一つ目ですが、なんといってもこのですね、見晴らしのいい独特のドライビングポジションでございます。具体的には高めの着座位置座っていただいてですね、前のボンネットの端がきっちり見ていただけます。そしてダッシュボードが一段高く作られております。平行感覚をつかみやすくなっております。サイドはですね、ウエストラインが低く作られております。非常に着座位置は高いですが、ウエストラインが低くなっておりますので、左右の見晴らしもきちんとですね、確保されております。魅力の2つ目ですが、ディスカバリーのスイッチ類ですね、ボタン類の扱いやすさを挙げさせていただきます。グローブをはめたままでもですね、操作できるように大きいボタンがございます。あとですね、こういったダイヤル類なんですけども、ラバーが施されておりまして、非常にですね、滑りにくく作られております。続いて魅力の3つ目ですが、充実した標準装備並びにこちらのお車に付いていますオプションの厳選されたオプションのお話をさせていただきます。まず標準装備ですが、こちらのボタンですね、1列目のシートヒーターが標準で付いております。2列目にも左右シートヒーターが標準で付いております。さらにですね、こちらのステアリングですね、こちらの裏の方にステアリングホイールヒーターのボタンが付いておりますが、ステアリングホイールヒーターも標準で付いております。フロントガラスにはギザギザと熱線が入っております。雪の日のドライブも快適にしていただけます。続いてこちらのお車は、大人7人が快適に乗っていただけるセブンシーターを採用しておりますが、3列目まで送風口をきっちり設けられておりますので、非常に快適なドライブがお楽しみいただけます。続いてオプションといたしましては、こちらにアダプティブクルーズコントロールという、機能がついております。非常に高速でのドライブも快適にしていただけます。それ以外にあちらのミラーの部分にブラインドスポットモニターというものがついております。さらにこちらですね、標準でついていますオフロードの切り替えのテレインレスポンス、こちら以外に本格的なオフロードでご利用いただけますローギアがオプションでついております。ここからはディスカバリーのシートについてお話をさせていただきます。ディスカバリーのシートはですね、7人乗りになっております。他の SUV の7人乗りと大きく違う点が、7名様が均等に皆様平等にですね、大人の男性もきちんと座っていただけるスペースを確保しているという点が大きな他の SUV との違いでございます。例えばこちら2列目を見ていただきたいんですけども、こちらの真ん中のシートですね、こちらにも同じように均等にシートを設けられております。ヘッドレストもご覧ください。きちんとですね、しっかりしたヘッドレストがございます。例えばですね、ご家族でご旅行に行かれた帰りですね、お子様が3人ですね、座れた時にですね、真ん中に座られたお子様も、ゆったりですね、お休みいただける、そういうふうなシートになっております。はい、続いて3列目に乗り込んでみます。はい、このような感じになります。膝の前も、十分スペースがございます。頭の上もきちりとスペースが確保されています。何よりこちらはですね、右側分、左側分ですね、きっちりとスペースがございますので、ゆったりと乗っていただけます。こちらの部分には、送風口ですね、ドリンクホルダー、それ以外にもですね、物置のスペースとですね、こちらの方に、収納スペースが、ございます。非常にですね、3列目のシートのことまできっちりと、考えられているお車ということがご確認いただけると思います。あとですね、1列目、2列目、3列目とですね、徐々にですね、着座位置が高くなって、おります。非常に一体感のある、コミュニケーションを
お車の中で撮っていただけるようなそういった作りになっております。スタジアムシートと呼ばれております。はい、今からシートをフラットにしてみます。まずは2列目からしてみます。通常のお車ですと、まあ、このようにフラット、なってこちらの方で、終わりなんですけども、なんとディスカバリーの場合はこちらからさらに1段ですね、下げていただくことができます。実際にやってみます。なんとこのような感じで、非常に低く、シートをしていただくことができますので、例えばサービスエリアで、車中泊をされる場合とかですね、お手洗いに、出られる時も非常にですね、乗り降りがしやすくなります。またですね、高さを確保できますので、例えば中で、ご家族で、トランプをしたりとかですね、そういった感じでですね、皆様で楽しく、お楽しみいただける空間が広がっております。続いて3列目もフラットにしてみます。このような感じでフラットにしていただけます。はい、こちらのトノーカバーですけれども、2列目までを展開していても、トノーカバーつけていただくことができるんですけれども、なんとこちらですね、3列目を展開していてもこのようにトノーカバーをつけていただくことができます。きっちりですね、お荷物が、見えないように、作られております。はい、2列目と3列目をフルフラットに、した状態でございます。通常トノカバーですね、シートのアレンジによっては置き場所に困るということ、よくあることなんですけれども、ことディスカバリーに関してはご安心ください。このような感じでトノカバーが、収納できるスペースがきっちり、ございます。2列目3列目をフラットにした状態で座ってみました。はい、頭上にもきっちり、スペースがございますので、ゆったりと皆様でおくつろぎいただける空間がございます。例えばマットレスを敷いていただいてですね、皆様でご利用いただければよろしいかなと思います。こちらのディスカバリーですけども、もう生産は終了しておりますが、当店には富士ホワイトと、サントリーニブラック、2色、ございます。ぜひお問い合わせください。